ナーシリーヤは、イラクの都市。バグダードの約360キロメートル南東のユーフラテス川の、ほとり、古代都市ウルの近くにある。ジーカール県の県と。人口は2018年に外算で55万8400人。ナースイリーヤとも表記する。人口の多くはシーアハイスラム教徒である。ナーシリーヤにある博物館は、シュメールアッシリアバビロニアアアッパース町に関する。 大きなコレクションを有する。ウルト・ラルサの遺跡が近くにある。1870年頃に、ムンタフィク部族連合のシャイフ・ナーシル・サーダーン・パシャによって作られた。街の名は、彼の名による。第一次世界大戦時に、オスマン帝国の支配下だったナーシリーヤをイギリスが征服した。この時、400人のイギリス兵及び、インド兵は2000人以上のトルコ兵を殺した。 イラク共産党はアッシリア人のバスラ電気供給局員だったユースフ・サルマーン・ユースフラによって1930年代にナーシリーアで結成された。1940年代ナーシリーアは君主制に対する反対派の中心地であった。1958年7月14日のアブドル・カリーム・カーシムのイラク革命に共産党に影響されていたナーシリーアの 学生組合、農民組織、労働者は大きく役立った。湾岸戦争の時、アメリカ軍第101空挺師団がナーシリーアの外側の主要な道路に進出し、イラクにおいて多国籍軍が侵入した最も内側の地点になった。アメリカ軍撤退の後、ナーシリーアのシーアハイスラム教徒は、サターム・フセインの支配への反抗に参加する。2003年には、 イラク戦争における戦場となった。国際戦略研究所のフィリップ・ミッチェルはガーディアン氏でナーシリーヤの戦略上の重要性を指摘した。そしてアメリカ海兵隊とイラク軍との激しい戦いが3月23日から3月29日にかけて行われた。3月23日にはこの地でジェシカ・リンチを含む多数の兵士が捕虜となった。その後11月には 車爆弾により、イタリア兵17人がこの地で死亡した。ありがとうございます。